シークレットベース K ステーション、みなさん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りしておりますとのことで、隊員以外の方は隊員候補生さんです。メールどんどん送ってくださいね。はい、ということで、まあ夏の暑さが本格的でございましてね、梅雨が明けるまではすごい寒いなっていう時期が長く長く続いてたのに、急に暑くなっちゃいましたね。皆さん元気にお過ごしでしょうか。はい、まあ夏になったということでね、まあ某夢の国での水浴びのねショーとかもすごい楽しんで、私はこの間一人で行ってまいりましてね、やっぱりね夏は水浴びですね。うん、水に濡れるのがすごい楽しいなと、気持ちいいなと思いましたね。収録の前の週末は恒例の近藤家の家族でバーベキューをやってまいりまして、まあ、バーベキューの横には子供用のプールがあり、そこでは姪っ子と甥っ子とお父さんの3人でびしゃ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 とプールで水浴びをしながら楽しくバーベキューしてまいりました。いやーねー、そう、まあちょっと甥っ子ちゃんがね、まだ1歳半ぐらいなのでまだわからなくて、いろいろね水が出ているシャワーをこっちに向けたりとかしてね、ちょっと濡れたりもしつつ、スプラッシュしつつ楽しいバーベキューではございました。やっぱね夏はバーベキューだなと思うんですけれども、暑かった暑かったでございますね。いや暑いけど美味しいし楽しいし、やっぱり夏は毎年これからもね家族でバーベキューをしたいなと思っております。もちろん夏には夏なので花火もね見に行ったりとかもしましたし、いや夏といえばこういう過ごし方をしたいな今後もと思っております。とのことで、本日のトークテーマ、皆さんからメールいただきましたので紹介します。それでは行きます。みんなにアンケート。はい、本日は理想の夏休みの過ごし方はです、メールいただきましたのでご紹介していきたいと思います。まずは隊員ナンバー43番アッキーさんからです。近藤さんこんにちは。こんにちは。今回のお題ですが、理想の夏休みはですが、自分は1週間でいいので仕事が休みになる夏休みがいいです。ほぼ毎日仕事をしていて、なかなか長期の休みなどもないので1週間でいいので仕事がないお休みが欲しいですとのことです。あー、やっぱりねこういったお仕事の方多いですからね、なかなか休み取れないですよね。1週間、なんだろうね、1週間このお休みが取れるなら何したいんですかね。アッキーさんはやっぱり1週間ぐらいあったらちょっと旅行行ったりとかねしたいですよね。海外も行けるしね。でも本当何もしないでダラダラとする1週間っていうのもちょっと私の中でも理想として1個あります。ゴロ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 、クーラーの効いたお部屋でゴロ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 、ご飯だな、ご飯食べたいな、よし、なんか適当に作って食べよう、美味しかったな、ゴロ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 、あ、夜だな、寝ようみたいなのがねいいなと思っております。まあ、それは1日2日でいいかもしれないね。はい、ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバー53番大きなミニブタさんからです。近藤隊長、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。僕の理想の夏休みは引きこもりです。うん、エアコンのかかった部屋で某スーパーロボット大集合のゲームを延々とプレイしたいです。それから時々夏の映画を見に行きたいですとのことです。あー、そうだね、ゲームね、休みじゃないとゲーム長くプレイできないしね。確かに、まあね、某スーパーロボット大集合のゲームだとさ、やっぱ戦略ゲームってめっちゃ面白いので私も結構好きなんですけれども、いやー、そういうのもいいよね。で、映画も見に
これもね、やっぱり夏休みだと人混みがね、危惧されますのでね、やっぱり家の中にいるのがいいのかな。はい、大きなミニブタさん、ありがとうございました。続きまして、隊員ナンバー65番ドラムバンカードラゴンさんからです。理想の夏休みの過ごし方を教えてください。では恋人同士でアイスとかかき氷などを食べ合いっこでしょうかね、とのことです。ほー、これはまたいいですね。これはアイスとかかき氷など食べ合いっこ、食べさせ合いっこっていうことですよね。こうあーんしてみたいな、自分の食べてて、あ、ちょっと食べるみたいな感じってことですかね。アイス、ソフトクリームとかだとなかなかこう直接こうなんだろうな、なんかスプーンだとなんかまあなんかいいかなと思うけど、ソフトクリームとかのアイスだとなんか直接食べるからなかなか難しい問題が、まあ恋人同士だからいいのか、そっか、恋人同士ならいいってことですよね。そっか、理想ね。そっか、まずそうですね、アイスとかかき氷が食べられる恋人を見つけることですね。ほらやっぱりさ、お腹冷えるからかき氷私食べないっていう女子意外といるんですよね。結構かき氷ブームって言ってるけど意外とねいるのでね、そこをねぜひ気をつけてみてください。はい、ありがとうございます。はい、いろいろいただいたんですが、本当に皆さん理想の夏休みってこういろいろあるんだなって思いました。ありがとうございます。そうですね、本当私の理想の夏休みの過ごし方は家でゴロ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 ですかね。あとバーベキューがちゃんと家族でできる、あとプールに行けるってところですかね。そう、もう夏だからね、もうほんと今年の夏は暑くって外に行きたくないですよね。皆さん外出かけるときは、日中出かけるときは暑さ対策しっかりしてってくださいね。はい、では次回のトークテーマの発表です。次回のトークテーマは、自分の前世って何だったと思いますか？自分の前世って何だったと思いますかです。ぜひ自分の前世何だったんだろうって考えてみてください。お盆の時期なんでね、ちょっといろいろ面白い前世楽しみに待っております。メールの宛先は k_secret@target-ent.com、k_secret@target-ent.com までです。それではシークレットベース K ステーション第136回いってみよう。解読、このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすっごく勉強になるかもしれませんよ。はい、では今回のお題発表します。今回のお題です。ちゃちゃちゃん、パニャニャンダー。はい、パニャニャンダー、これ、なんだろう。ちょっと仲良くしてくれている声優の藤川あかねちゃんが、パニャニャンダーとかよく LINE、Twitter とかでつぶやいてるけど、それですか。ご挨拶。今日もパニャニャンしていきましょうね、みたいな。あかねちゃんが言ってる。それじゃない。挨拶ではない。挨拶。パニャニャン、パニャニャンダーっていう、パンダーゼットみたいな、パニャ、なんか、こういう、そういう戦隊もの。パニャ、違うな。よし、これ分かる人いるのかな。さあ、ヒント1いきます。ヒント1。物の名前ではありません。
物の名前じゃないってことは形がないってことですよね。なんかの現象か、現象とかそういう方向かな。パニャニャンダー、パニャニャンダーですか。アクセント違いますか。パニャニャンダーで合ってますか。多分パニャニャンダー、なんだろう。ヒント2いきます。ヒント2、他人に対して使います。他人に対して使います。でも挨拶じゃないんですもんね。他人に対して使う、パニャニャンダー、なんだろう。他人に対して使うものじゃないものって何、挨拶じゃなかったら何ですかね。他人に対して使う、気遣いあ、いい線なんですかね。やっぱり他人に対しては気遣いをちゃんとしていかないと、やっぱりね、こう仲良かったとしてもね、やっぱダメなんですよ。気を使っていかないとね。はい、ヒントさん、わかる人いるのかな。ヒントさんいきますよ。ヒントさん、じゃじゃん、ある意味を持つ言葉です。ある意味を持つ言葉です。まあ、気遣いとかの方向があっていて、挨拶では使わない。なんだろう、パニャニャンダーっていう言葉の流れからして、やっぱ楽しい時に使う言葉ですかね。ハッピーイコールパニャニャンダー、あーではないあ、なんだろう。ヒント4いきます。ヒント4、じゃん、言われると少し元気が出るか、逆に落ち込む場合もあります。落ち込むんか、少し元気が出るか逆に落ち込む場合もあるっていう、何この両局面の意味がある言葉って何ですかね。言葉なんだろう、なんとかなるさに近い。きっと大丈夫だよでもない。そういうこともあるさ、気にすんなよ違う、なんだろう。でも一言なんですよね、きっと一言ですよね。あ、でも日本語ってことですよね。まあ、日本語にしても英語にしても意味は同じってことか。なんだろう、ある意味持つこと、人に対して使う、元気を出して、惜しい、ほぼ正解と言ってもいいけど惜しい元気があれば何でもできる その国の人はニーロキを知らない元気を出して、なんだろう、近い言葉って他何ですか。同意語、元気を出して、なんだろう、あ、真面目な人が言われると落ち込んじゃうかもしれない。わかった、明日があるさ。あ、違う、直接な感じひねらない。なんだろう、頑張れ、正解もう誘導陣もやった、正解だ。ヒント5を一応見ますね。ヒント5、人を励ますときに使う言葉です。パニャニャンダー、頑張って。じゃあかねちゃん、それ思ってやってんのかな。ちょっと聞いてみよう、分かってんのかな。じゃあちょっと、じゃあどっか違うとこの国の言葉かってことですね。はい、ということで正解読みます。正解、パニャニャンダーとはラオス語で頑張ってという意味の言葉である。ラオス語ってあるんですね。ラオスはラオス語なんですね。そうなんだ、はいはい。ラオスは東南アジアのインドシナ半島に位置する共和制国家である。49以上もの民族が混在する多民族国家でもある。ラオス語はラオ語とも言われるラオスの公用語であり、
タイ語とは大変似ており、単語の6、7割が共通のものである。ラオス語は27の子音と28の母音、そして4つの声調記号の組み合わせによって音、かっこ単語が作られる。めっちゃ大変そう、発音。日本語は母音があいうえおの5つしかないため、母音の多いラオス語は日本人にとって発音が難しいと言われる。いや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 、28の母音って意味がもう分かんないですよね。そんな出せんのかなみたいな。だってあいうえおってもなんかうまく出せないねかったりするじゃないですかね。ラオス語は聞こえが全体的に丸い印象のものが多く、日本人から見ると可愛いと好評である。ありがとう、コプチャイ。あ、コプチャイ知ってる。どういたしまして。ボーペンニャン、ボーペンニャンかな。え、可愛い。なんか用ですかは、メンニャン。あなたの名前は、チャオスーニャン。おじいちゃんは、プー。おばあちゃんは、にゃー。月曜日は、ワンちゃん。など、なんとなく愛嬌がある。え、めっちゃ可愛い。また、ラオスの人々は、大変穏やかで控えめであり、人当たりが良く、旅行先としては大変癒される国として密かに人気がある。過去の植民地政策の影響で、アジアの中でも最も貧国と言われる。一方で最後の桃源郷とも言われている。また食文化もタイ料理やベトナム料理、中華、そしてフレンチの影響を受けてシンプルながらも洗練されており、日本人の舌に非常に合ったものとなっている。タルを知る国民性は、日々の喧騒に疲れがちな日本人にとって非常に癒されるものなんだとか、とのことでございます。へー、パニャニャンだ。コプチャイ、コプチャイはね、なんかいろいろテレビとかでも見るけど、面白い。おばあちゃんにゃーっていうのいいですね。うちのにゃーはーって。ちょっとラオス語、日本語の中にちょこちょこ、英語を混ぜていくペースで使ってったら、なんかすごい可愛いっぽいですよね、絶対。うちのにゃーは元気だよ、みたいな。え、猫？みたいな。そうそうそう。今日ワンちゃんだねって言うと、え、ワンちゃん、どういうこと？みたいな。え、月曜日ってことだよ、みたいな。え、かわいいじゃん。ちょっとこれ、ラオス語、知りたくなってまいりました。が、母音が28もあるので、実際はね、今こう、ひらがなで記載してくださっておりますが、きっともっとこう、発音的には複雑なんでしょうね。あかねちゃん、パニャニャンだし、使ってそうだな、でもな。あ、そうなんだ。ダーが人にかける言葉みたいな感じですかね。パニャニャンだけだと頑張る。パニャニャン、パニャニャン、頑張る頑張るだけど、パニャニャンだ、頑張ってなんですね。かわいい。ラオスか、ちょっと興味が湧いてきました。ミャンマーとタイとベトナム、カンボジアに挟まれたちょっと細長い縦長な国ですね。あ、確かにミャンマーとかね、スローペースな、コントなんかこう自然の、なんだろう、流れにちゃんと身を任せた感じの、なるようになるさ的な。でもね、やっぱこう近代国家で今生活をしていて、やっぱなんかそういったある意味自然にこう身を任せた生活もいいなとたまに思いますよね。でも多分実際行ってみると、こう虫がとか、今だともう携帯がないと落ち着かないとか、そういう方向になっちゃうのかなとは思うんですけど、なかったらなかったで、やっぱりすごい自然とこう、なんだろうな、自分が生きているとか、こう家族とか、もっとすごい身近に、すごくすごく大切に思えるんだろうなっては思いますね。いやー、ちょっと発達しすぎっていうのはね、いろいろやることも多すぎるし、気にすることとか、なんかこう嫌なことをすごく感じやすく、ね、便利だと嫌なことを感じやすくなっちゃうのかなって
ちょっと思ってみたりもしました。はい。はい、ということで今回正解でしたので、3ポイントプラス1ポイントなので4ポイントになりました。ということで、お、次回正解するとまた何かご褒美がいただけるのかもしれないということで、皆さんも次回も引き続き応援よろしくお願いいたします。さあ、パニャニャンだ。皆さんは解読できたかな。以上、暗号解読のコーナーでした。大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私、近藤かな子が解決していきます。はい、ということで今日もいただいてます。タイナンバー97番、シークレットネームかきぴー太郎さんからです。近藤さん、こんにちは。こんにちは。この頃やっと夏らしい暑さになりましたね。そうですね。急な気温の上昇に体がついていきません。かっこ笑い。この夏の暑さを乗り切る対策があればぜひ教えてくださいとのことです。いやね、いっぱいね、いろいろ対策方法あるっちゃあるけれども、なんかどれが効くのかはよくわかりませんが、そうですね、やっぱりそのこの夏は水をしっかり水分と塩分取ることでしょうかね。あとこうやっぱりその夏食べ物に関してはやっぱり夏野菜、きゅうりとか、あのウリとか、あ、きゅうりウリじゃ一緒だね、一緒だね、きゅうりとか、あのゴーヤーとか、やっぱりそこら辺のこう夏野菜はね、やっぱその体内のね、こう代謝を助けてくれたりする、水分をちゃんとあの出してくれたりする作用があるカリウムとかあるのでね、だからキウイもバナナもそうですね、夏野菜、夏のフルーツとかもしっかり食べて、あの体の調節をしてあげてください。あとは最近はみんな若い子あれだよね、扇風機手に持ってますよね。うん、持ってる持ってる、こう 手に持つちっちゃい扇風機をこう顔に当ててこうずっと涼んでますよ。いやだ、もう扇子うちはなんか持たないと、ちっちゃいミニ扇風機を持って歩いてますよ。で、なんかめっちゃ便利だなと思ったのが、あの首からかける扇風機、そうそう、もうヘッドホンみたいな形で右と左にこのヘッドホンの部分が扇風機になってるんですよ。そうそう、首にかける状態でこの左右が扇風機ついてるんですよ。そうね、下から風が来るみたいなの、あれめっちゃ良さそうなんですよね。この間多分ね、あのご家族、お子さん3人とお父さんお母さん2人みんなそれつけて、あの電車乗ってた人がいて、あれは良さげですよ。あ、ドンキとかでも多分売ってると思いますし、なんか最寄りの文房具屋さんでも売ってた、わかんない、そこだけ多分仕入れたんだと思うんですけど、多分3000円ぐらい、そう3000円ぐらい。でもミニ扇風機で電池のだとだいたい1500円ぐらい、あのちっちゃいやつ、多分その首にかけるのは USB で充電できるんですよ。だから多分充電機能があるからちょっと高いんだと思うんですけど、手に持つ扇風機だとやっぱ1000円から2、3000円ぐらい、うんうんうん、で買える。意外とその最近のはいい、よくって、その手に持つやつでもこう3段階とか4段階ぐらいこの扇風機の何回る風の強さが調節できたりするんですよね。そう、さすがに首振り機能はついてないです、やっぱ手に持つやつは。手、そうそう、手で自分でやれみたいな感じなんで。だけどほんとみんな首から下げてる。いや、ちっちゃい子とかでも特にやっぱりこの反射の地面からの照り返しが熱いから、余計に大人よりもやっぱりこう反射熱が高いんですよね、高く感じるので、そうやってちっちゃい子とか首に下げてますよ。うん、そうそうそう、あれはやっぱりね、いいと思います。やっぱり風が停滞しちゃうとこうモヤモヤするじゃないですか。
やっぱりこう風があるだけでもこうなんだろう、空気の流れがあるだけでなんだろう、新しい酸素が来るっていうか涼しく感じるんですよね。だから柿ピー太郎さんもぜひ、あの手持ちはやっぱりちょっと手が塞がっちゃうとね何かと不便だと思うんで、あの首からかける扇風機をぜひゲットしてこの暑さを乗り過ごしていただいてはいかがかなと思います。うん、トレンディーですあれね、そうそうそう、ちょっと7月末ぐらいにはねテレビで紹介されてたんだけど、あんま流行ってないのかなと思ってたんですよ。でも実際家族でみんなつけてたんで、あ、やっぱりいいんだなとちょっと思いました。はい、私もちょっと欲しいなと思うんですけど、3000円かと。あ、某夢の国仕様は売ってます。あの霧吹き付きの扇風機が売ってるので、そう、やっぱりあの水が蒸発することによってあの涼しさを感じるわけじゃないですか。そう、気化熱で涼しさを感じるので、そのスプレーと扇風機が一緒になっているのでより涼しいっていうあるんです。ただそれを子供がやっぱ持ってるんですけど、それ買ってもらってね、親に買ってもらって持ってるんですけど、至る所でシュッシュッシュッシュやって扇風機バーって回してるんです、げなんか冷たいみたいな、なんかちょっと濡れたみたいなのをそう、並んでる人とか通りすがりの人がすごいなんか濡れたみたいな感じにはすごいなってます。でお母さんたちがやめなさいって使うのみたいな怒ってるっていう状況をすっごい目にします結構巻き散っちゃうんですよね、あのスプレーで、あの霧だから、霧吹きだから、うん、結構飛び散っちゃったりするんでまあそれはそれでなんか気持ちいいんですけどね、やっぱりお母さん的にはね、あのやめなさい他の人がね迷惑でしょってなるんで、それで怒られてる子供みたいなのがね、そういう図をすごい、もう10分ぐらい経つと多分5件ぐらいちょっと見ちゃうぐらいですけど、はい、でもまあそういう涼しいアイテムも売ってますんでね、ぜひ活用してください。あともしまあそういうのがなかったなって思う時は、あの保冷剤、もうスーパーとかもケーキ屋さんでもどこでももらえる保冷剤を、あのタオルに巻いて首の後ろにこう当てておく、そうそうそう、保冷剤をあのタオルで包んでこう首に巻いておくっていうのが一番涼しいです。はい、で冷えたらちょっとずらしたりとかね、取ったりとかしてね、あのやっぱりこう頭が熱くなるとね余計に朦朧としちゃいますからね、意識もね、ちょっと考えもちょっとぼーっとしちゃうとやっぱり危なかったりもするので、ぜひそういったね、あのちょっとしたエコ的な感じのもやってみてください。保冷剤がなくても濡れたタオル首に巻いてるだけでも涼しいですからね。はい、ということで柿ピー太郎さん、そして他の皆様もね、リスナーの隊員、候補生隊員の皆様もぜひこの暑さに負けないように元気に過ごしてくださいね。はーい、このコーナーでは皆さんのお悩みを大大大募集しております。ぜひ送ってきてくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムフラクションよりLike a Wind。
ろお別れのお時間です。この番組では皆さんからのメールを大大大募集しております。オープニングやエンディングで読む普通のお便り、普通歌、そしてオープニングの例のあのコーナー、みんなにアンケート。次回のトークテーマは、自分の前世って何だったと思いますか？自分の前世って何だったと思いますかです。そしてきっと大丈夫だよには、あなたのお悩みを、そして今日はやりませんでしたが小さな幸せには、あなたの周りで起きた小さな幸せを書いて送ってきてくださいね。メールの宛先は k_secret@target-net.com、k_secret@target-net.com までです。はい、ということで今回もですね、隊員の方のメールしか読めなかったですね。採用されなかったです。いや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 、隊員候補生の方はまだまだいるはずだ。次回のね、あのトークテーマ、自分の前世って何だったと思いますかなど、面白いテーマもあります。ぜひぜひメール送ってきてください。採用された方には隊員証をお送りするので、ぜひよろしくお願いします。もう採用された方になっちゃってるね。でも毎回1名様でございますのでね、全然諦めず、前回まだ隊員候補生送って読まれたけど、隊員候補生のカードまだ隊員証もらってないよって方、ぜひぜひもう一たびトライしてください。よろしくお願いします。はい、さてさて、ここで一通普通のお便り読もうかな。はい、じゃあ普通のお便り読ませていただきます。隊員ナンバー100番、シークレットネームミラノさんからです。近藤隊長こんばんは。こんばんは。夜に外に遊びに行った飼い猫を呼ぶために口笛を吹くのですが、小さい頃に父親から夜に口笛を吹いたらハブが来るよと怒られていたなってことを思い出します。近藤隊長は信じていた迷信とかありますかとのことです。口笛吹いたらハブが来るよって、うちヘビでした、おばあちゃんに言われたのは。ハブ、まあヘビですけどね、いろいろやっぱりちょこちょこ違うのかな、迷信だと。そうだな、信じていた迷信ってやっぱり結構ね言われましたよ、ちっちゃい頃に。あの、夜爪を切ると親の死に目に会えないって、だから爪を切る、夜は爪を切るなって言われてたんですけども、だ最近切っちゃいますよね。お風呂入った後やっぱ切っちゃうじゃないですか、ちょっと柔らかくなってるし爪も。切っちゃうから会え、いや会えない、大丈夫だと思います。会いたいなと思います。いやつか、死んでほしくないです。はい。あと、あのなんだっけな、あとね、おばあちゃんがねひとしきりに言うのは、猫は呪うからってすごい言われました。いや、なんかほら猫股になるじゃないですか、この猫ちゃんが。そう、長生きにすると尻尾が2つに分かれて猫股になるとか言ったけど、それからなのかな、おばあちゃん単純に猫が嫌いだったのかなとも今思うんですけど、それがすごい残ってて、私はなんか呪われるっていうよりも、猫はなんかすごい長生きしたら猫股になって妖怪になって長生きするんだなみたいな、すごいある意味妖怪が好きなんで、すごいいい印象なんですけど、すごい言われたなっていうのもあるし、いろいろありますよね迷信ってね。スイカとうなぎは食べ合わせちゃいけないって、あれ迷信？あれ本当？あれ本当なのかな。あとスイカの種を食べちゃうとおへそから芽が出てくるって、あれも迷信？それ聞きますよね。そういろいろあったな、面白いですよね迷信って。まあなんかその体に悪いからとか、その危険だからっていうことで、こう迷信がいろいろ作られてきて、それがこういったこう言葉だけのもあるし、妖怪に転じたりとかして、まあそういうのっていろいろ楽しいなって思います。ちょっとねこういった昔からの迷信、やっぱりね一概にね、あの古いからってことでね、あの別に忘れていいやってことじゃないですからね、昔の人の教えね、暮らしの教訓ですからね、ぜひそこら辺もちゃんとね、ちっちゃい子とかにもねどんどん引き継いでいけてあげたらいいなって個人的には思います、妖怪とともに。はいはい、ミラノさんありがとうございます。いやーもう
今日はね、今日も暑いんですよ。まあ先ほどね、あのきっと大丈夫だよでも夏の対策とかお話ししましたけれども、まあこの放送がね流れた翌日は、てか流れた当日からもうお台場の方ではコミケがスタートしているわけですよ。はい、コミケに行かれる方、本当熱中症対策しっかりしてください。飲み物もなかなか買えないと思うので、重いとは思うんですけれども、あのぜひ飲み物を持ってってください。できれば凍らしたペットボトルとか1本持っておくと、あとちょっと暑かったって時にはなんか首元冷やしたりとかもできるから、冷凍したペットボトルをぜひ持ってってください。あとそして私は8月の12日に、コミケの方にお邪魔させていただきます。はいね、久々のコミケで私も楽しみなんですけれども、初めての4日間開催、あと会場が2つに分かれているっていうことでね、いろいろね、参加される方も初めてのことが多くって、戸惑うかと思うんです。で、私は企業ブースさんの方にお邪魔させていただきますので、同人誌の販売場所と違うんですね。同人誌の方が、ビッグサイトで、企業ブースは晴海の展示棟 A ホールになります。で、私が参加させていただきますのは、企業ブースのナンバー1911、ナンバー1911ビッグマーチさんのブースにお邪魔させていただきます。8月12日の月曜日祝日2時から3時、約1時間になると思います。こちらお邪魔させていただきまして、ビッグマーチさんの配布物のお手伝いをさせていただきます。お時間あります方はぜひ遊びに来てくださいね。久々で楽しみですけど、すごいビッグマーチさんでね、お渡しする商品がすごい、これ本当に無料であげちゃっていいのっていうものばかりですので、ぜひゲットしに来てください。私と一緒に、お渡し会をするのは、ミトホン、そして石橋ちゃん役の水野奈美ちゃんです。2人で頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。はい、詳しい参加方法等は、ビッグマーチさんの公式のホームページをご覧くださいね。よろしくお願いいたします。さてさて、そして放送日の翌日になります、パレットの15周年の記念イベント、こちらはですね、8月10日の土曜日、オープンが13時、スタートが14時となります。場所はパセラステーション渋谷店でございます。出演は、パレットの三好理恵ちゃん、阿部玲子ちゃん、与田恵理子ちゃん、そして近藤かな子の4人でございます。すでに解散したユニットですが、2019年はパレットが誕生した由来である文化放送井上きっ子のキャラメルハイツ、井上きっ子のキャラメルタウン主催のキャラメルプロジェクトオーディションから15周年となります。それを記念してパレットの日、8月10日に1日限りの再結成スペシャルイベントを開催いたします。パレットを知ってる人も知らない人もぜひぜひ遊びに来てください。当日券などもあると思います。詳しくは、近藤、与田、三好、阿部のツイッターをご覧ください。はい、当日は楽しい思い出をいっぱい一緒に作りましょうね。参加する方はどうぞよろしくお願いいたします。はい、なんかもうこうパレットのライブをやってコミケに参加して、私の夏は終わりそうですもうなんかこう夏の私の一大イベントがこのなんすかお盆に集中しているので、それが終わったらもういいかなって思いました。うん、いいかな、みんなが楽しんでくれたらいいかな。うん、そしたらあとはダラダラした夏休みを過ごそうかなと思います。それまではちょっと気合い入れてね、熱中症にもかからず頑張りたいと思います。はい、皆さんもぜひ熱中症にかからず、楽しいお盆を過ごしてくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。